カルピジャパンが窓、ドアを設計のためのプロ用プログラム、ウィンドプランを紹介いたします。プログラムでは窓の形を変えたり、ライブラリから窓の原型を選択し、変更したりすることができます。扉の開け方を決め、サイズと形を決めます。構造に新しい部分を加えたり、縦、横、ほだてを入れたりすることができます。プログラムでは窓を生かしたり、オリジナル形にしたりする装飾根だ、ガラスの装飾の幅広い選択があります。いつでも使用するサッシシステムを交換でき、具体的な場所で構造の組み合わせを試すことができる。もしくは全部 3D で見れます。ウィンドプランプログラムが間違いが起きないように協力します。もし選んだ構造が勢力学基準に合わない場合、システムがこの構造を赤く見せます。勢力を直すためには、違う補強材タイプを選択できます。リストから外側補強を選択することも可能です。変更した結果がすぐ表の中に表します。2番目の帆立てをやってみましょう。断面を図面か 3D で見れます。直したところが 3D 画像でも見えます。ウィンドプログラムでは片側からも両側からも表の色パレットを使うことができます。軽いパレットで48色のラミネートの色があります。サッシやゴムの色も選べます。新しい色を 3D で見て評価して必要であればスクリーンショット通ることができます。プロジェクトの重要な部分が収まり図です。さまざまな壁のタイプを選択したり、その数値を変えたり、窓ガラスリベットを変えたり、外断熱材の幅と材料を変えたりすることもできます。外側と内側の温度の数値を入れて透温線を計算しましょう。もらった表ではすべて必要な説明が入っています。例えば結露する温度、リスクゾーンをすべて、ガラスユニットの端っこ、壁の中、壁の内側の温度の数値も見せたりします。すべての変更を含めて、
トーン線のグラフを PDF ファイルとして保存でき、すべての画像をいろんなフォーマットで保存できます。情報モジュールには構造の特徴や熱管流率に関する情報が入っています。いくつかの構造が一つのプロジェクトにまとめ、ウィンドプランプログラムを代表します。プロジェクトの各部分をダウンロードしたり変更したりすることができます。ウィンドプランプログラムのユーザーが指定した場所の断面を作成、どちらかのグラフィックフォーマットで保存することも可能です。ウィンドプランプログラムのおかげで BIM を効率的に使用でき、 BIM ライブラリーでデータを保管し、建物のダイナミックデータモデルを使用できます。ウィンドプランプログラムが安全安心なシステムです。すべてのデータを安全なクラウドで保管しています。プログラムを使うためには何もダウンロードしなくていいです。インターネットさえあればプログラムを使えます。ウィンドプランプログラムのライブラリには最も普及している窓のタイプ以外は基準外の形、三角、底形、アーチ型も入っていて、そのサイズと形を設計したりしてプロジェクトの中に入れることができます。ウィンドプランプログラムが見積もりや注文明細書を作成できる初めてのプロツールです。窓全体かその部分の技術的な特徴やパラメータを元にして決定します。最終的な書類には可能な注文のすべての部分のリストが入ることが可能です。例えば代替の提案、精力、熱管流率の計算表グラフなど。ウィンドプランプログラムは品質のいいカルビ窓のプロ設計プログラムです。